Share music, share smile. 南町マルシェ。Share music, share smile. 南町マルシェ。Share music, share smiles. 南町マルシェ。シェアミュージックシェアスマイル南町マルシェ。シェアミュージックシェアスマイル南町マルシェ。金曜日お昼1時30分になりました。こんにちは、広瀬桃子です。今日も皆さんといっぱい笑っていっぱいおしゃべりしていきたいと思っております。よろしくお願いします。今日は朝ここ広島 FM に来る前に寄り道を実はしてきまして、どこかと言いますと RCC に寄ってきました。朝南区のニラ玉パンさんから RCC の御前様様聞いてました、広瀬さん見学に行ったみたいですねラジオネーム琥珀さんからも RCC 御前様様で、オークボックスさんが横山さんの代打で出演でびっくりです。桃子さんも寄られていたようでテンション急上昇でしたといただいております。そうなんです、RCC ラジオ平成ラジオバラエティ御前様様パーソナリティの横山さんが今週はお休みを取られていまして、火曜日から代打パーソナリティさんがね日替わりで登場されているんですが、その代打ウィーク最終日の今日、我らが広島 FM クジラジのパーソナリティ大久保茂樹さんが登場ということで、私9時の時点ではこう愛犬の散歩をしてたんですけれども、大久保さんと思って、もういても立ってもいられず、もうRCC に応援に駆けつけたわけなんですけれどもね。はい、秀才なかぼんさんからも RCC ラジオ御前様様で大久保さんの応援ご苦労様ですといただいております。でブルーサンダーさんからは、スタジオを見学された桃子店長に質問です。川村アナウンサーと生放送を担当されたオークボックス、どのような様子でしたかいただいています。すごく生き生きしてましたよなんかね、広島 FM でお会いする大久保さんより輝いて見えましたね。もう笑顔もね、こういつもがそのビジネススマイルだとしたら、もう今日はもう大久保さんのこう口癖で言えば、もう心からの笑顔が見えましたね。はい、クジラジでは絶対ないトークなんかもねありましたので、ラジコのタイムフリーでよかったら聞いてみてください。ラジオネーム中央林間さんからは、大久保茂樹さんの代打出演楽しかったですね。水曜日の代打を広瀬桃子さんと予想したのですが、オファーありましたら出演してくださいねといただいております。中央林間さん、ありがとうございます。私も水曜日の放送を聞いておりまして、あ、私を予想してくれてる方がいると思って嬉しかったんですが、今日大久保さんの応援をしに行った時にプロデューサーさんに広瀬桃子もぜひお願いします、売り込んできましたのであるかもしれませんシグマロッカーさんからも、御前様様オークボックスが横山さんの代打で出演、桃ちゃんも一緒に現れて、エンディングではカンバラさんが出てましたね何を言われてもグッジョブでしか返さないとか、仕事しながら笑いをこらえるのに必死でした今後もこういった交流あるといいな、お互い広島のラジオ局ですもんねといただいています。本当ですね、またねこういう楽しい交流あったらいいなと思います、ね、今日は広島のラジオにとって歴史的な試みだったわけなんですけれども、先週土曜日日曜日も広島 FM にとって歴史的な試みがありました。広島 FM がプロデュースしました酒祭り乾杯ラジオ放送行わせていただきました。ご覧いただけましたでしょうか。この南町マルシェチームも酒蔵町マルシェという番組で参加をさせていただきましてね、もう本当にね楽しかったですね。やっぱり YouTube ライブでお届けするということで、いつものラジオとはまた違う楽しさがありました。動いている私や長ちょもご覧いただけたのではないかと思います。では酒祭りのお話、この方に伺ってみたいと